ゴリラ 100% さんからいただきました。ありがとうございます。中学生の時に行った修学旅行の就寝中に、私の寝言で同じ部屋になった友人にドン引きされてしまいました。さて何と言ったでしょうか。ヒント、行き先は京都奈良でした。寝言ってことはそれにまつわるってことですよね。ドン引きでしょ。ドン引き、なんだろうな。鹿の角折りたいとかみたいな確かにドン引きされるかもしれない。ドン引きでしょ、そのぐらいのなんか、そういうことですよね。そのくらいなんかなんじゃないこれ。京都奈良なんだろうな。なんか逆にこう、大仏とか興味ねえわみたいな、せっかく来てんのにとかですかねみたいな感じなんかな。京都嫌いだわみたいなそんな寝言あるか。まあちょっと今3つぐらい上がったけど、もう答え見てみようかな。答えはちょっとある意味で俺惜しかったよね。鹿はマジで許さねえ何されたんだ。その日に鹿がたくさんいる公園で餌やりをしたのですが、なぜか私のところにだけ鹿が近づいてきてくれず、一回も餌をあげることができませんでした。おそらくそれで言ってしまった寝言なんだと思います。友人はすごい低い声で言ってて怖かったと言っていました。鹿はマジで許さねえなんか食われちゃったとかじゃなくて、全く構ってもらえなかったってことですね。1ミリも構ってもらえなかったんだね。なるほど、このケース面白いなさあ続いてさ、ちなこさんです。はい、ありがとうございます。早速ですが問題です。私は小学生の時に、北海道旅行に行ったのですが、当時の私はゲームが大好きで、旅行中もゲームばかりしていました。さて、私が北海道旅行中に遊んでいたゲームは何でしょう。ヒントは旅行中にそのゲームのやりすぎで DS の L ボタンと R ボタンが壊れましたまあ L と R をじゃあよく使うゲーム。いや知らんな。そんなゲームある。北海道旅行何の意味もないしなこれな。関係あんな。関係ないでしょうね多分ね。関係あんなら桃鉄とかね、みたいな感じなんかなって思ったんだけど、でも LR、 そう LR 使うイメージない。 LR って何で使うんですか。なんか大体のゲームはさ AB 十字キーみたいな。攻撃とかは AB とかですよね、おそらく。決定キャンセルが大体 AB だから LR ってなんかリズムゲーとかですか。あ、なるほどね。 DS でそんなのあったんですかね。 DS 音ゲーってなんだ。太鼓の達人とかあるんですか。あるかもあ、太鼓の達人からされそうじゃない。まあ多分ペンとかでもできるけど、ちょっと移動中だからペンしまってそのボタンでとか。太鼓の達人だと多分 AB じゃなくてこれ使えそうじゃないですか。確かに。あ、それいい線いってる。どうだ、これ当たってるよ。太鼓の達人。お、答えは太鼓の達人タッチでドコドンでした。お、やった。素晴らしい。北海道旅行は青の木が綺麗だったということ、太鼓の達人やりすぎで旅行中にボタンが壊れたという思いでしか記憶にありません当たった。素晴らしいよう正解したなこれあ、これ推理できるのはおもろいですね。おもろいねこれね。はい、続きまして、そろそろハワイに行きたいみーしゃんからいただきました。ありがとうございます。ハワイに旅行に行ってお部屋に入って、わー海が見えると、ラナイ過去ベランダらないっていうのね、多分ハワイでに出た時、ある光景に絶叫して後ずさりしてしまいました、さて私が見たその光景は何でしょうかと。ベランダに虫とかじゃないのかな。虫かな。虫かトカゲとか。いやハワイってどうなのかあんまり分かんないけど、でもなんかで暖かいとこって虫とか生き物でかいイメージ。そうですよね。あ、じゃあ信じられないぐらいでっかい虫がいたか、もうなんかおじさんがいたとか、なんかそういう系ですよね。もうね、信じられないぐらい信じられないおじさんがいた信じられないぐらいおじさんのおじさんがいた正解は、色とりどりのオウムが3羽ベランダでくつろいでいました。かわいいじゃない。慌てて窓を閉めてフロントに連絡して来てもらったところ、ノープロブレム、よくあることだよと、オウムをひょいっと掴んで腕に乗せてスタッフさんは帰っていきました。話によるとペットとして飼われていたものが逃げ出したりして野生化したオウムがたくさんいるそうです。かわいいじゃんね。かわいいですけどね。まあでも結構でかいか、オウムってちょっと怖いですかね。若干疲れたりしちゃうって思うと怖いか。なんか普通に俺写真撮りそうだったよね。うわすごいっつって、なんか日本じゃないなっていう感じがすごいですよね。おじさんじゃないの。おじさんじゃないか。おじさんは日本でも見れますからね。終わりですか。ここまでですということで、ここで終了でございます。皆さん旅行行きたくなったでしょうかということでたくさんのお便りありがとうございました。以上、旅するうさぎちゃんクイズでした。ラジオラビットパーティー、ラジオラビットパーティー、ラジオラビットパーティー。お次はこちら、ラビパ的運動会。5月といえば運動会を行う学校が多い季節、そして古代ギリシャ人は運動が大好き、そこでスタジオをアポロンの神殿の競技場、すなわちスタジアムに見立て、スタジオでできる範囲で、ラビパ流に運動会を実施したいと思います、3種目、用意しておりますので、そのうち2勝した方には見事金メダルが授与されるそうです。なるほど、運動会ですか。まあなんかこのぐらいにやる学校と秋ぐらいにやる学校がっていう話でしたね。そういう感じらしいけど、我々の時代はね秋とかそうだったけど、まあでも5月ぐらいにやった方が涼しくていいのかな。いいですね、秋は確かにまだ暑かったりねしますからね。雨も降りますしね、あの時期って。梅雨前がいいね。ということで、第1種目は玉入れ対決、玉が入っているお皿からお箸を使って別のお皿へ制限時間以内に、何個入れられたかで勝負します。ちなみに玉には種類があって、サイズが小さくなればなるほど高得点になります、スーパーボールサイズ、1個につき1点、一番でかいやつですね、ビー玉サイズ中くらいのサイズが1個につき2点、BB 弾サイズが1個につき3点。まあつかみにくいであろう小さいのを入れた方が効率はいいよという感じですね。そうですね、今玉がいっぱいこうやって聞こえるかな、そう玉がいっぱいあって、いい玉、懐かしい。どうなんだろうな、確かにちょっと滑りそうな感じはある。でグリップがありそうなスーパーポールの方がまあ点数は低いけど取りやすいかもしれないから、これを一気にガッて取るっていう戦略もあるんですね。数でね勝負するかっていう感じですけど、なるほど、こちらも2人同時にやっていきますのでね。なるほどね、もしかしたらじゃあなんか取りたい球がかぶったら取り合いになる可能性もある。それがもう大走りでね殴り合いになるかもしれないですけど、カンじゃあいきますかね。制限時間は1分間です。はい、それでは用意スタート。あ、もう同時に3点の方にちっちゃいやつに行ったな。あ、怖い怖い怖い。私もどうした。僕はもう 3点で頑張る。あ、これ焦るとダメだ。あ、待って、こういうのダメ。ちょっと待って。どうなんでしょう。皿に乗せたけどこぼれ落ちたの。あー、そっか。落ちたら。マジ？あ、1分って意外と長いな。今半分。こっち取ろう。ああ、ちょっと場所が。ああ、やめろ。頭床に落ちた。え、全然拾えないんだけど。ああ、いや。あ、待って、焦るな。ああ。あ、やばい、スーパーボール早い。ああ、終わり。これスーパーボール取っといた方がよかったかな。さて、じゃあこれ絶対負けた気がする。数えていきますか。まあ玉入れ対決みたいに数えますか。1みたいな。1。それが3でしょ。そう。だから1、2、3。あ、3。これ3。3点。これも3点。3点。はい。6点。6点。9点。僕は全部3のやつしかないので、12点、15点、18点。ここから俺は2しかないからな。お、どうしよう。じゃあ6で数えていけばいいか。数学の問題みたいになってきましたね。24点、30、36、42。あ、42と俺は46でストップ。おお、僕があと123456789101112かけ33642たす367878点。お、すげえ。いやー、やっぱちっちゃいので稼ぐのが結局良かったということですかね。俺ね、7個落としたんだよね、皿からもったいないめっちゃ落としたな。てかこれも跳ねますしね。そうそうそう、置いた瞬間にカーンって跳ねて飛んじゃったんだよね。いやでも負けたな。じゃあということで第一種目は梅麺の勝ちと。いやこれちょっと次で頑張らないとダメだな。意外と戦略性のあるゲームでしたね。戦略あんのかなまあ、ね、もしかしたらでもスーパーボールばっか一気に全部取り切るのもあったかもしれないね、うん、ポンポンポンってテンポよく。さて、はい、続いての競技はこちらでございます。